新しく借りた畑にのここのね一角に、じゃがいも北あかりを植えたいなって思います。でね、じゃがいもを植えるタイミングっていうのは芽が出た時に遅霜の心配がないタイミングっていうのが、まあ、一番重要になってくるポイントで、まあ、芽が出てから遅霜に当たると芽がね、障害でやられて収穫できなくなっちゃうということで避けたいんだけれども、じゃあ何を基準にしますかって、温度ですか天気予報ですかっつうと、まあ、自然農法の我々の間ではそこじゃなくて周りのお花を見て判断します。何かって言えば一番いいっていうのはいいものはなんだっけ、そう拳の花ね、拳の花、こうまあ表現しづらいけども、こういうふうに木にね白いのがふっとなって開いていく花あるんだけども、まあ、ネットで調べてもらえばいいんだけど、 YouTube 見れるってことはネット環境あると思うんで、それで拳の花を調べてもらえれば、あれが拳の花かって分かるんで、ね、その拳の花が周りで咲いてたら、じゃがいもを植えるベストタイミングだと思ってください。まあ、95% 遅霜もないっていうんで 5% の心配はあるけれども、まあ大体 OK かなと、いうタイミングです。まあ、あとは、水仙かな。水仙、俺も花と植える作業とリンクさせて考えてきたんだけども、水仙が咲いた後も、基本的に遅霜の心配ないかなって思います。で、なんで花なのかっていうと、花っていうのは、まあ、要は子供なのよ。植物の子供。ね。で、子供を、で、その花って弱いから、子供を霜には出ると、それと、子孫が残せないということで木の方だって考えるわけよ、花も考えるわけさ、子供を大事に育てたい、じゃあどうするかっていうことで霜に当たらない時期を彼らはちゃんと体で分かってるから、人間より賢いのよ。それを参考にして我々も栽培の、参考にさせてもらうと、ね、そう教えてもらうと、観察して、あ、いいタイミングだっていうのが昔からの農業の知恵で、まあ、最近の農家さんは分かんないけれどもね、大体栽培ご読みっていうのが JA から出てて、それにのっとってただやってるだけなんで、まあ、基本的に分かんないけれども、俺らみたいに自然農法、有機栽培の人たちはそういうふうに自然と、自然の現象、花とかそういうもの、動物が出てきたとか虫がいたとかでと作業をリンクさせて考えてやってるんで、そういうのを一つの例として、拳の花とか水仙が咲いたら、じゃがいも植えればいいなということで、じゃがいもね、これね、で、まあそれで植えるタイミングの話終わりなんだけども、去年ね、じゃがいも不作だったのよ、青森県内全部で、種芋も売ってません、本当にもう種芋仕入れできませんって、だから俺もね取れなかったし、種芋確保できなかった、で買うこともできないっていうことで、普段は種にしないようなちっちゃいやつ、こういう本当にちっちゃいやつを使います。ここでは本当はね 30g から 40g、まあ、40g かなぐらいが種芋に適してるって言われてるぐらいなんだけども、収量が一番出ると言われてるの種芋はね、で丸ごとやると切り口から切ったりすると切り口から入ってって腐ったりして結果分が出たりするんで、俺好まないんで丸芋で植えるっていうのが、自然農法とか有機農業のまあ基本的なところになるかな。作業も減るしね、楽にできるし、なんだけども今回そういう事情で去年不作だったっていう、もう皆無作ぐらいの人もいるぐらいでね、俺も10分の1 5分の1 10分の1まあそのくらいすんごい減って10分の1かなぐらいしか取れなくて、種も確保できなかったんで、こういうのを使って植えます、仕方ないと、こういう時もあると、ちっちゃいちっちゃい本当の米粒みたいな豆粒みたいなので、本当はね無肥料でじゃがいもは OK なのよ、だけどもこんな事情だから今回ね、前にも動画にしてるんだけども、これバイオの有機さんね、バイオの有機ちょっと臭いんだよ顔の近くに行くとね、これの力を借りて、ね、なんだ少し大きく、じゃがいもっていうのはこの中に入っているでんぷんとかそういうのを使って、芽出して、光合成で大きくするんだけども、ちょっとね心配だから少しだけバイオの有機さんの力を借りて、あとは借りた畑なんで、まあ、どういう状況だか分からないからプラスしてやっていきたいなと思います。でこう耕してません、なんで耕さないかっていうと、足で歩けば分かるんだけどすんごい柔らかいの、耕す必要ない。で今回芋を植えるところだけ、移植ごてとかクワとかで穴開けて植えて、で後日、まあ、芽が出てきたら一輪管理機っていう機械を持ってるんで、それを持ってきてそれでガガガって土寄せをして、それで十分だなと
思ったんで、今回ここを幸運することはしないようにしました。まあ、不幸気に近いような、まあ、土寄せで幸運刺さるんだけどもね、そういう方法でやっていきたいなと思うんで、まあ、早速ね、作業していきたいなと思います。ちょっと新しく買った GoPro のね、設定がミスってて、ちょっとパソコンに取り込めなかったんで、っていうかソフトに、編集ソフトに取り込めなかったんで、別撮りで音声で解説しますと、今回のジャガイモの栽培ではポイントとしては、まあ、浅植えっていうことがポイントになります。春のジャガイモ栽培っていうのは、まあ、春って温度低いじゃないですか。地温が低いんで、大地の地面の温度が、地温が低いんで、それをなるべく暖かくぬくもりを伝えたいので浅植えにしています。だいたい1センチぐらいね、土がかぶればいいかなという感じで植えています。まあ、極論ちょこっと顔出しててもいいやぐらいの気持ちで、ね、かぶるぐらいで植えています。本当に浅く。それで太陽のぬくもり、太陽で温まった 土のぬくもりを種芋に伝えて、栽培がスムーズに進むようにっていうことで浅く植えています。どうせ後で土寄せするんで、それで深さは確保されていくんで大丈夫です。毎年そういう感じで本当にちょこっとカサッとやっておしまいです。うん。で、あとはね、まあ幅としては自分の足の幅、種芋を1個置いて、かかとのところに前の種芋を設置して置いて、でつま先に、次の種芋を置いてっていうことで、足の幅でずっとやっていきます。でこうやって体の部位によってある程度サイズを決めておくと、知っておけば、いちいち定規とかそういう物差しで測りながらやるっていう風な手間も省けて効率的に作業できるんで、俺はおすすめです。手のサイズなんぼなのかとか、足のサイズなんぼなのかっていうことを事前に覚えておけばスムーズに農作業が進むんで、ね、おすすめです。まあ要するにまとめるとね、浅植えで OK、 それがね一番いいところなんで、うん、あまり深くすると、芽が出るまでも時間かかっちゃうし、早く光合成をさせたいんで、ぬくもりを伝えたい以外にもね、早く発芽させるため、まあジャガイモの場合発芽っていうか放芽っていうんだけども、ね、早く放芽させるために浅く植えているっていう感じです。っていう感じでね、手作業で植えて、培養の雪をパラパラって撒いたんだけども、まあ、この回の面積であれば、うん、3分の1袋か半分ぐらいね撒いてもいいんだけども、まあ、全然ね、10分の1も、袋の中の10分の1も撒いてないんだけども、まあ、その回で十分かなと思って、この回にしときました。疲れた。まだ植えてるけどね、上の、捨てた母親ね、これ母親。うん。で、これで、だいたい1週間じゃないな、10日から1週間ぐらいかかって芽が出てくるんで、でそこからまた、まあ、芽かきの作業とかしたり、土寄せしたりってしていって、だいたい3ヶ月で収穫っていう感じの計画になるんで、まあ、結構ね、気長にやっておこうかなと。土寄せさえしっかりすれば、じゃがいもはねちゃんと育つんで、あとは肥料入れてないから、肥料ほとんどなくてもいいっていう理由は、要は光合成で自分で澱粉を作って大きくなることができるということで、日当たりのいい場所、じゃがいも育てるとき、そこだけ気をつけてもらえればね OK だと思うんで、うん、肥料はまあ気持ち程度で十分です。うん、本当に、栽培の本とか見ると化学肥料とか一つかみとか言うけれども、ちょっと多いかもしれない。俺から言うとね、本当にちょうどさらっと一つかみっていうよりも本当に一つまみでもいいぐらい、うん、俺から言うと入れなくてもいいぐらいだから、じゃがいもってね、うん、で日当たりと風通しとだけ気をつけて、あとは二重や保守点灯って多分ここ出ると思うから、それが出たらまたね紹介したいなと思うんだけども、まあ、今はまだ出てきてないから、紹介することもできないんだけども、まあ、その都度ここはこれがこれだよ、あれがあれだよっていうことを、まあ、紹介していきたいなと思うんで、またよろしくお願いしたいなと思います。